こんばんは、岩田敦です。今日取り上げてみたいのはですね、またですね、日本学術会議の問題なんですけれども、日本学術会議の問題というよりも、私が今日問題にしたいのはですね、今この日本学術会議をめぐるですね、報道しているマスメディアの在り方そのものについて、考えてみたいと思います。それどういうことかと言ったらですね、今日取り上げてみたいんですけど、朝日新聞ではですね、これあるんですけれども、社説、それからこのね、耕論と書いて耕論だと思うんですけど、耕論、そしてこの巻頭にある天声人語、この全てを使ってですね、実はこの学術会議の話をしてるわけですね。で、今日朝たまたまテレビつけたらですね、私って朝見るテレビっていうのはいつも決まってて、NHK の世界のニュースを流すやつですね、フランスのニュースとかそういうやつを見るんですけれども、なんかたまたまつけたのがそれじゃなくて BS じゃなくて地上波になって、で地上波でたまたまですね、そのこの学術会議のやつなんですけど、まあね、無責任な芸人が出てきて、とにかく謝ればいいって言うんですよね。もう間違いは間違いとして謝れと、で支持率が下がってきてるのもこれのせいだと。ちゃんと謝りを謝りとして認めればいいんだみたいなことをね、なんかもっともらしいこと言ってるんだけれども、何がまず間違いなのか全く分からない。間違ってもないものを謝るっていうのはね、これおかしな話ですしね。でそれからね、やっぱりこれ盛りかけ問題と似ていると思えるのは私だけでしょうかみたいなアナウンサーがね、なんか言ってみたりしてですね、印象操作なんですよ。でこのね、朝日新聞の社説、天声人語、公論とこれありますけれども、これじゃあね、何か新しい事実が出てきたのかと言ったらですね、特に新しい事実出てきてないんですよ。つまり菅総理がこの任命権を持っていてですね、でその106人の全部名前を全部チェックしてですね、でそれやったわけじゃないと、もう来た段階で99人だった。じゃあ誰がこれやったんですかという話になる。それはそれでいい。だけど内閣でそれやりましたということだったら、私はそれでいいと思うんですが、だけどその何て言うのかな、最終的な任命権者は総理大臣にあると、ここは移らないわけですよね。だから何かこの106人の中に問題があった時には総理が責任問われるかもしれないと。ああいうことになってくるだろうというふうに思います。だけどここについてはですね、特にね、大きな変更というか事実の確認、発見というのはないんですよ。でないのに朝日新聞ね、私、まだカウントしてないけど、そのうちカウントしますけれどもね、今月に入ってから何回日本学術会議で社説取り上げたかね、これね、見てみたいぐらいなんですね。つまりね、もう今総攻撃を仕掛けるのはここだとばかりにですね、日本学術会議の問題で、この菅政権へのですね、一点突破を図ろうとしているようにしか見えない。つまり、はっきり申し上げて、こんな問題はですね、些細な問題でしかありえない問題なんですね。で、この些細な問題でしかありえないことをですね、いたずらにね、大問題であるというふうに言い立てて、で、それで菅総理のことをですね、攻撃しているというふうにしか見えないわけですね。例えばですね、中国が異常な軍拡を続けていて、で、それに対してですね、尖閣諸島の問題、どうやって守るのかとかですね、日本とアメリカとインドとオーストラリアでですね、どうやって中国を抑えていくのか。で、中国を抑えていく中においてはですね、科学技術の問題もある。で、科学技術の問題の時にですね、日本においては軍事的なことを一切やるなと言ってる人たちがですね、中国とはそういうその研究の協定を結んでるとかですね、これあっていいことなのか、こっちの方がずっと問題なんですね。ところがそういうことは論点にしないでですね、日本学術会議の無謬性を前提とした上でですね、無謬性っていうのは間違いがないってことですね。無謬性を前提とした上で、この菅総理を攻撃しているというのが今回の一連の構図なんですね。だけれども、私が今調べているとですね、日本学術会議の最大の問題点はですね、特に1980年代の84年ですねに、中曽根内閣かなが、学術会議の選び方をですね、変えるまでの間、
だから、まあ、私が生まれた年ですから37年前までの間はですね、とにかく日本共産党の力が強すぎた。でこれをどうにかして沿わなくちゃいけないということで人事のやり方変えて、で2000何年にもですねもう一回変えた。でもですね、実態としてじゃあそれが変わってるかどうかっていうのはこれチェックし続けなくちゃいけないわけですよね。機能してるかどうか。だからまあそれを しなくちゃいけないということにおいてですね、日本学術会議自体が今行革の見直しの対象となるというふうに報じられてますけど、これ当然のことですね。これ国民の税金が投じられていて何をしているのかと、具体的に有益なことをしているのかというのを問われるのが、これは大事なことです。単なるですね、学者がですね自分の名誉欲のためにですね日本学術会議に私は入ってますというようなことではいけないわけですね。じゃあ朝日新聞ちょっと取り上げていきたいと思いますけれども、まずですね天聖人語からいきたいと思います。天聖人語でこれ書いてあるのはですね、総合的俯瞰的と、これを言葉はどういう意味を持つんだろうかというところから始まるんです。で辞書を引いた全体から大きく見ると、で木を見ないで森を見よっていうことだなということ、これはここまでの第一段落目は嘘ないですよ。総合的俯瞰的に今度はですね言い始めてるのはですね、日本学術会議から6人を除外したのは総合的俯瞰的な能力がない人だと、要するに全体から物事を全体の見る力のない人たちを言うに等しいというふうに言ってるわけですよね。これをですね、まあ、要するに何かと言ったら辺野古のね埋め立てに反対してるとかいうことを挙げて、でこれが反総合的反俯瞰的だというふうに言われてるらしい。つまり要するにですね、政府にうるさいことを言わないのが総合的であり俯瞰的であるということを言いたいのだということが、この菅政権の狙いだろうと言ってですね、最後はこうやって終わるんですね。諸般の事情を勘案してなどが典型だと、世の中には人を煙に巻く言葉があり、諸般の事情を勘案してなどが典型だ、総合的もうその類だと首相は考えたのだろうが、煙に巻くどころか政権の本質を表しているというふうに書いてあるわけです。総合的俯瞰的の政権ならいい政権じゃないですか。総合的俯瞰的に物事見てですねやってくれてるんだらいいと私は思いますけれども、でもですね、要するに総合的俯瞰的っていうのはですね、このね、この俯瞰っていうのはね、俯はうつむく、瞰は見下ろすの意味だが、うつむいて黙れと言ってると、もうこれ言葉のについての言いがかりですよね。俯瞰的に物事を眺めなさいって言った時にうつむいて、黙れっていう意味だって、これねやっぱりね本当に思うんですけど、天聖人語とか朝日新聞読んでるとバカになると思いますよ私。これだって俯瞰的ってどういう意味ですかって言われた時、うつむいて黙れっていう意味ですというふうに書いた、これ罰ですよ試験で。でそういうことを言いたいみたいだ、これなら政府の本質を表してると、何を言ってるんだと。いや朝日新聞とこの天聖人語を書いた人ね、誰だか知らないけど、お前こそうつむいて黙れというふうに言いたいですけどね、こんな恥を知れと言いたいですね。何を言いたいんですかね。だっておかしいですよね。まあ要するにここはですね、何を言ってるかというと、もう特に新しくなんか言うことないから、総合的俯瞰的という言葉を取り上げてとにかく悪口言ってやろうという姿勢がありありと出てるわけですよね。まあで別に総合的俯瞰的なね活動を確保する観点からっていうふうに言ってますけど、それは会全体が総合的俯瞰的な活動を確保する観点からその人たちが任命されなかったのであるならば、その人たちに総合的俯瞰的な能力が欠けてるっていうふうなことには別にならないし、なんていうのかな、もっと言ったらですね、学者っていうのはですね別に総合的俯瞰的な能力に長けた人の集まりではないですよ。やっぱ物事に特化した人の方が多いですから、例えばですね原子力のエキスパートっていう人がいたとしてもですね、この軍事力この原子力のエキスパートの人に対してですよ、じゃあ選挙区制度について小選挙区と中選挙区どっちがいいですかっていうふうに聞いたとしたって、これは別に
素人にしか過ぎないわけですよね、そこ。それを学者全体の総意としてっていうふうに言うから日本学術会議の変なところがあるわけですよ。つまりその分野その分野の学者がその分野について説明したり自分の意見を言ったりするのは問題ないですけれども、全く他分野のことをですね、この学者が言ってるからいいんだというふうになると、それはただ単にですね、学問の権威を借りて素人の意見を言ってるに過ぎないんですよ。だってその問題については素人なんですからね。まあ、まずここを考えてみる必要があるだろうというふうに思います。これが、この転生人のですね。で、社説はですね、学術会議問題、首相は説明責任果たせということで、冒頭からぶっ飛んでますね。あまりに無責任な対応だ。日本学術会議会員人事をめぐる問題で菅首相は同会議から提出された105人の推薦者名簿を見ていないと述べた。目にしたのは任命した99人のリストだけだという。いやだけど別にこれはですね、総理が全部いちいちチェックしなくちゃいけないっていうルールが確定していて、総理が一人一人を全部吟味して、こうなんかやっていくということなら、これは菅総理がいけないという批判は当たってくるかもしれないですけども、これもしですね、菅総理が一人一人を吟味してこの人を排除したということになったら、朝日新聞は何て言いますか、無責任だとは言わないと思いますよ。菅独裁だと、自分の意に沿わない人間を全部外していくという言い方をすると思いますね。だからそうやって考えてみると、だからこれはどこかの段階でこの99人に絞り込んだというふうに、まあ、考えられるわけですね、この政府の説明を見る限り。でそれ誰がどこの段階で絞り込んだのかということは、まあ、これは確かに気になる。誰がやったのかと。ただそれをですね、オープンにする必要があるのかないのか、これはまた別の問題ですね。だってその6人の人から個人的に恨まれる人が、これ内閣ではなくて個人、その一人の個人っていうふうになっちゃうと、それやる係の人はすごいやりにくいですよね、今後。お前が俺のことを落としたんだなみたいな感じで、おいいい加減にしろよと、暗い夜道に気をつけろみたいなことになったら大変ですからね。だからやっぱりこれは人事っていうのはなかなかそういうことを出さないというのは、これは当たり前じゃないですかね。例えばどうですかね、どこの会社でもそうだと思うんですけれども、その会社からですね、落ちましたというメールが来た時ね、社長がじゃあ一人一人全部見たのか、どういう理由で落としたのだと。でいや社長はここまだ社長までこれ 目に行ってませんということになったら、なんということだ、あまりに無責任だとかね、いうふうになるかって言ったらならないですよね。別に一人一人、例えば朝日新聞の社員ですね、採用するとき全員落とす人をね、社長が見てるかって言ったら見てないですよね、おそらく。で見てるとしたら、それ中小企業の社長さんはね、その別に見たりするのかもしれないけど、大企業になれば大企業になるほど部署部署で分かれていきますからね。まあだからそういったものはあるんじゃないでしょうか。いつどの部署の人間がどんな権限でいかなる資料をもとに6人を不適としたのか、首相にはどういう説明がなされ、首相はどんな検討をして、それを了としたのかと書いてあるんですけれどもね。じゃあその逆はなくていいのかって、これ私いつも思ってるんですけれども、要するに、いつどの部署の人間がどんな権限でいかなる資料をもとに6人を的確としてですね、しかもその的確としたそのプロセスはですね、適切なプロセスだったのだろうかと、ここはやっぱり問うべきじゃないですかね。つまり日本学術会議に入ってくるプロセスで、その一番最初は世界にも類例を見ないようなその選挙をやってたわけですけれども、この選挙があまりにも不正の温床であるということから変わっていったんだけれども、それが果たして機能してるかどうかっていうことはチェックしなくちゃいけなかったけれども、チェックがあまりできてなかったんじゃないかというふうに思うんですね。で今回ですね、今回まあ怪我の功名なのか、よくそもそも考えていたのかは分かりませんけれども、前例を踏襲するということだけが正しいわけじゃないということで、この人事の問題についても総理のですね、権限の中でこう吟味していこうということをされたということでなったということで、私はですね、これ別にまあ具体的にどういう理由でっていうことをね、言う必要は特にないというふうに思います。まさにですね、総合的俯瞰的観点から判断したと。だって任命権者は総理なんですからね。だから総理が信任した人がそれを やってですね、これでどうですかって言って、総理がじゃあこれでいいんじゃないですかというふうにやるのを無責任だということはできないと私は思いますね。
次、人事の秘密に逃げ込む考えだが、学術会議も党の学者たちも任命拒否の理由を明らかするように求めている。だから何回も言いますけれども、朝日新聞に落ちた人は全員、朝日新聞がどうして私は朝日新聞に採用されないんですかということを聞いたときにですね、人事の秘密に逃げ込まずに全員に対してオープンに、あなたはこういう理由で落ちましたって言えますかっていうことなんですよ。言えないでしょ。でそれでいて、このなんか社会のボクタクタとかですね、なんか言ってるわけですよ、新聞社は。もし新聞社がですね、そう公正明大であらねばならないなどとするならば、その人事のプロセスも明らかにしなくちゃいけないですよね。まさかですね、コネで入ったとか、そういったことがあってはならないということになってくるわけですから、どうして私は落ちたんですかという人がいたら、じゃあ全員オープンにしなさいよと、人事の秘密に逃げ込むんじゃありませんよという話になるけど、そんなこと本当にできますかということを私はお聞きしたいと思います。一人一人についてですね、こうこうこういう理由です、そんな暇なことを私は国民の一人として申し上げたいけれども、でこの6人の学者がね、なんか騒いでますけれども、どうしてなんか私はこれなんか入れてもらえないんだとかね、まずみっともないと思うけど、そんなことを言ってる段階でね。でそれプラスしてですね、でこのなんかこういう学者に喧嘩を売ってるとか、なんか舐めてるとかですね、なんかいろんなことを言ってる人いますけれどもね、そういう人たちが入らないということの理由をですね、わざわざ開示することに公務員の時間を使わないでほしいと私は思いますね。貴重な時間をですね、そんな人たちのために使わないでいただきたいというふうに思います。そもそもですね、学問の自由が侵害されてるとかね、これ寝ぼけたこと言ってますけれども、その人は学者としてパーチされたわけじゃないでしょ。学術会議に入れなかっただけでしょ。でその特定の公務員になれなかっただけですよね。でそれだけの理由で学問ができるかできないかという話と違うじゃないですか。その人がね、学者であるっていうこと自体はもうね、まかりならんと。お前はもう大学という世界でも研究もしてはいかん、さらにですね、その在野においても研究してはならんと。お前は一切その研究し、その発表するなんてことはもう許されないと。永久にそんなことはあってはならないと言われたんならね、それは学問の自由侵害されてるというふうに言っていいかもしれないけれども、好きかって言ってですね、この新聞にも出てくるし、雑誌にも出てくるしですね、テレビではスターですよね。でこれで何が学問の自由が侵害されてるのか教えてほしいと。私は何回も言いますけれどもね、政治的に、そのリベラルと相入れない人たちがですね、どれだけですね、この学問の自由を侵害されてきたかということをですね、知っているわけですよね。リベラルにあらずんば人にあらずという世界なんですよね。でそれで、自分たちは他人のことをパージするわけですよね。いろんなパージの仕方あります。具体的なことは申し上げませんけれども、具体的にこんなことは申し上げませんけれども、右派の人間、これリベラルではない人間と思う人間と付き合っただけで、これはもうお前はとんでもない人間だというふうに言って、こうなんていうのかな、パージされる逆赤狩りみたいなのがね、行われている世界なわけですよね。でそんな世界において、知ってますよ、そういうふうな思いで何度も辛い思いして、でもそれでもね、学者やってる人も私の知り合いもいますけれども、本当にでもごく少数ですよ。ほとんどの人はですね、別にそんな日の丸とか君が代とか憎悪するものではないんだけど、憎悪するポーズをとっておかないと、このなんかお前もしかしてリベラルじゃないんじゃないかというふうに思われると。だからね、もう本当にね、なんかね、ナチスドイツの時のユダヤ人みたいな扱いなんですよね。要するにお前右翼かみたいな感じで、いやいや違います、違います、違いますみたいな感じでね、こう許してください、私は違うんですと、岩田と道端で会っただけですみたいなね、こういう感じで、なってるわけですよね。まあ、理系の方は私は分かりません。文系の方はそういうふうに私には見えますね。それからですね、続いて言ってるのは、検察が政治からの独立を求められるのと同様、学術会議もまた政府からの独立中立、が組織を根底で支えてきた。嘘つくなということなんですね。これずっと吉田茂の時からですね、これは共産党が支配していて独立してなかったんですよ。で共産党支配だったわけです。でこの共産党支配を脱するために80年代の改革が必要になったということですね。でじゃあその80年代の後どうなったのかと、この検証はされてないんですよ。だからその検証すべき時なんですね。つまり40年の時を経てですね、その時の学術会議がつまり赤であると、赤い巨頭であると、
この赤い巨頭を脱するために選挙制度を変えた。じゃあ選挙制度を変えた結果どうなったのということを見なくちゃいけないけれども、その結果が今問われているわけですね。でその結果の一つが、その出てきたのが軍事的なものにですね、できるものは一切研究するなという、これはですねどう考えてみても日本の国益を害するという間抜けなこの声明であると思わざるを得ないですね。でまた俯瞰的ね、これ大好きなんですよ。首相は報告書にある俯瞰的ということを任命拒否を正当化する理屈にしようと躍起だが、読み取るべきは報告書を貫くこの基本的な考え方である。いや、この基本的な考え方である、この基本的な考え方っていうのがどれなのかということなのかですね、それは要するに俯瞰的っていう言葉なのかよく分かりません。なんかね、この社説ね、日本語としてあんまりうまくないですよ。文章としてあんまりうまくない。というのもね、何が、このとかっていうね、いう、こう、指示語っていうかね、これはあんまり使わない方がいいんですよね。このって言ったら直前になくちゃいけないんですよ。この考え方って言ったなら。でもこれがですね、このっていうののその直前っていうのはね、この俯瞰的ということを正当化しようとする理屈、いや、それだと意味が違うと。まあ何を言いたいのかですね、よく分かりませんけれども、俯瞰的という言葉をですね、使って、この言葉をですね、こう、なんか悪く言ってるわけですね、首相のこの俯瞰的という言葉をですね。でもまあ、これ有識者会議のこの考え方のこと、基本的な考え方のことなのか、これ本当にですね、日本語としてよくわからない、この基本的な考えであるっていうのは、俯瞰的という言葉を任命拒否として正当化しようとする理屈にしようと躍起だが、読み取るべきは報告書を貫くこの基本的な考えであるの、この基本的な考えは俯瞰的っていうことなのか、それともその前にあるですね、政府の諸機関との役割の違いを明確にし、あくまで学術的な観点からの見解を政府に提示するのが役割、報告書を貫くのはこっちですね。だからこれを言いたいのが、ちょっとですね、日本語としてこれ不自由な文章になってるなと私は思いますね。パッと一読した時にですね、ここまでさーっと読んでいきますね。でその読んでいて、この基本的な考え方であるっていうのが前の段落にあってここにあるっていうのはですね、ちょっとこれ読み取りづらいと私は思いますね。でしかもですね、この政府自身が設けた報告書の考え方をやれというふうに言ってるなら、その通りやってますというふうに総理に言われたら終わりじゃないかなと思いますけど、でさらにですね、もうだいぶ喋って疲れてきられましたけれども、ここもあるんですよ。学術会議介入の意図ってでっかいでしょ。これ3人5いてね、普通3人いたらね、1人中立、1人賛成、1人反対ぐらいで作るのがバランスいいと思うんですけれども、反対反対反対と、いかにも朝日新聞らしいですね、これポーズになってるわけです。例えば東京工業大学の中島秀人さんはですね、83年には会員選出が高専生から推薦生に変わります。これですね、これが私が言ってる80年代に変わったというやつです。各学会の推薦で選ばれたため各分野の利益代表になってしまった部分はあります。つまりですね、その前までは共産党の代表だったのが、今度は各分野の利益代表が出てくるようになってしまったと言ってるわけですね。今度はですね、今何を言ってるかと言ったらですね、今の学術会議は提言を出してはいますが、政策や世論への影響があるとは言えません。注目されたのは軍事的安全保障研究に反対する17人の声明ぐらいでしょうか。だからこんなもの出すなというふうに言いたいんですけれども、まあ、注目されましたわ。確かに学術会議の存在感を取り戻すには改組が必要です。存在感を取り戻すということをね、やたら言うというのは、一番存在感あったのは共産党が支配している時なんですよ。じゃあ共産党の支配にまた戻そうかということをね、私は問いたいけど、まあ、だとするならもうこんな組織滅んでしまえというふうに思いますね。次、じゃあどういうふうにしたらいいかと言ったらですね、会員数を減らし、終身制かそれに近い定年制にする。新会員は現会員による投票で選び、高い質を保つ。民主的とは言い難い体制ですが、権威を高めるには現実的だと思います。この権威を高めるためには民主的じゃなくていいという考え方ですね。これ非常に面白いですよね。ということはですね、この人たちの考え方によると、民主的に選ばれると権威がなくなるということは、衆議院も参議院も権威はないというふうに言ってるわけですよね。民主的に選ばれてるわけですから、だから民主的に選ばれるものには権威はないんだと。で権威が選ばれるために質を保つためにある。
もうそれは一つの考え方でいいと思いますけれどね。だからこそ国会議員、お前たちには権威がないぐらい言えばいいじゃないですか。言えないですよ、そんなこと。恐ろしくてね。だから矛盾してるんですよね、これね。次、忖度促す暗黙のメッセージ。池内悟さん、宇宙物理学者。今回のような件で自由闊達な学者の世界までもが政府を批判すると不利益を被ると発言を控えるようになり、社会に忖度が広がることを懸念します。嘘つけと言いたいですよね。昔ですね、5年前か6年前か、集団的自衛権に、行使容認に賛成だということを国会で述べた村田浩二さんというね、国際政治学者がいました。で、彼は同志社大学の学長をやってましたけれども、その国会でそういうことを意見をですね、ご自身の学問的な知見に基づくですね、考えを、披露したことによってですね、同志社大学ではですね、何がありましたかと、こいつは 学長にふさわしくないと、ああいうことを署名の連名をわーっと出てきてやってますよね。今私これチェックしようと思ったのは、この中に今回学術会議の問題で大騒ぎしてる人たち入ってないかなというのをチェックしたいですね。要するに、もしそれが分かればですね、簡単に言ったら、要するに右派の言うことは言論の自由は奪え、左派の言論はこれ、肯定しろという、まさにマルクーゼが言ったですね、抑圧的寛容というものがここにも貫かれてるわけですよね。でも私は貫かれてると思いますよ。これ自分たちの意見は学者の意見で、集団的自衛権を認めろっていうのは学者の意見じゃないと、こういうことを言うわけですよね。それ学者の意見か学者の意見じゃないのか決めるのは誰なんですかって、いや俺たちだというわけです。こんな無茶苦茶な話あるかよというふうに思うんですね。例えばですね、学術会議は過去にもベトナム戦争で米軍の行動を非難、大学管理法にも反対するなどして政府自民党の圧力を受けてきました。圧力を受けてきましたんじゃないんですよ。圧力を自民党にかけたんです。この人と学術会議に圧力をかけたのは共産党なんですよ。共産党が圧力をかけて、日本学術会議はその犬のように走って、そしてキャン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 自民党のところにですね吠えて、でそれは本当は共産党の犬が吠えてるというふうに見るべきなのが、それが学者が自立してこの反対の声を上げてるというふうにマスメディアにこう取り上げさせると、まあ、こういう戦略だったわけですよね。だから何を言ってるんだという気がします。圧力じゃあ何、あなたたちは、ね、自民党の圧力は問題だけど共産党の圧力は問題ないっていうことですか。自由な立場で政権を批判するのは学者の重要な役割なのですから。自由な立場ならね、共産党にコントロールされてて自由な立場って言えるんでしょうかね。つくづく疑問に思います。はい、次、既得権益の打破の実績に。森功さん、ノンフィクション作家。じゃあなんで高支持率でスタートした菅政権がこのタイミングでですね、この学術会議の問題に、この首を突っ込んだかということ。一つは政権のスローガンぴったりの実績作りに使えそうだという打算ですと、こういうふうに書いてあるんですね。悪しき前例主義をこう踏襲しないというのに対してこれやったんだということで、まあ、そういう部分はあったのかもしれないですね。わかりませんよ。ただ、まあ、そういう部分があったのかもわかりません。そこは分かります。でも二つ目はですね、でここはね、もうこの人のなんか、ああそうですかとしか言いようがないんだけれど、二つ目は単に菅首相が国民の政治感覚を甘く見ているからです。盛りかけ問題も安保法制も一時的に世論の批判が盛り上がっても全て収めてきた。首相にはそんなおごりがあるのです。おごりなんですかね。そもそもですね、盛りかけ問題にしても安保法制にしてもですね、盛り上げてきたのはマスコミですよね。マスコミがやたらと盛り上げてきたけど、盛りかけ問題に興味がありますっていう人ってね、あんまり私は最初からね、そんなにいなかったですよ。なんかおかしいことやってるんじゃないかっていうね、どの辺がですかって聞くと、わかんない。でもテレビでこれだけやってるんだから、きっと何かおかしいことがあるに違いない。いや、だからどこがですか、わかんない。わかんなくてもダメなんですか、だってわかんないもんと、こういう感じですよね。まあ、あの時そうでしたよ。鈴木宗男バッシングの時も。鈴木宗男さんってどこが悪いんですかって、いや、わかんない。でもテレビで毎日悪く言ってるもん。いや だからどこが悪いんですかって。いや、わかんない。胸をハウスあるとかね、そういうなんか単純化して言ってましたけど、結局、大したことないわけですよね。で、さらに言ってるのは、今回の件がこれほど問題化した背景には、国民の側に政権のありようがおかしいのではないかという疑問がくすぶっているからでしょうって書いてあるけど、
もうこの辺でね、この人ノンフィクション作家じゃなくてフィクション作家に変えた方がいいというふうに私は思いますね。今回の件がこれほど問題化した背景にはですね、国民の側の問題じゃないですよ。これほど問題化した背景には朝日新聞が社説を何度も使ってですね、転生人口口論を使ってですね、こう総攻撃を仕掛けているからね、なんかもしかして問題があったのかなというふうに思ってるだけです。でテレビをつけたらね、また菅総理は説明責任を果たしてませんね、どうしてこれを説明をしないんですかねみたいなことを毎日テレビで言う。いやだって説明をね、何するんですか、この人たちは自分たちの中で、これに当たらないというふうに思ったからその任命しなかったというだけの話であって、任命しないと言ってるだけで、任命責任がないのに任命しないとか、自動的に任命しなくちゃいけないっていう法律があるのにそれを無視したとか、そういったことじゃないんですよ。任命責任はあくまで総理にあると、総理がその人事権の範囲内でですね行使したということが、それがまるで悪いかのように言われてるわけですよね。これは要するに、まあ、朝日新聞とかね、本当に大丈夫ですかね、その新卒を取るときにですね、どうして私は落ちたんですかというふうに言われてね、説明責任を果たせとかね、言われたときにちゃんと答えられるんですかね。マスメディアが信用を失うようでね、私はね残念でならないですね。で国民がねこんな疑問に思ってるから、疑問に思ってるから、まずこの人に言いたいのはね、疑問に思ってたら 70% も最初から支持しますかっていうことなんですよ。疑問に思いながら支持するっていうならね、この人は国民のことバカだって言ってるのと同じじゃないですか。 70% の人はね、菅総理っていうか政権って絶対やることおかしいよ、この政権絶対おかしい、じゃあ支持しますか支持しませんか、支持します。こんなアホいないでしょ、普通に考えて。なんかやってくれるかなと思うから支持するというふうに言ってるわけでしょ。でそれをね、最初からもう政権に対する疑念があると。だったらね、最初から疑念があるのは立憲民主党ですよ、ね、皆さんお好きな立憲民主党だから、支持率なんか全然上がらないじゃないですか。どんなにもう悔しくてしょうがないんでしょうね、本当に。これだけね、社説転生中の口論とか使って、もうこれでもかこれでもかとマスメディアで総攻撃仕掛けても、全然支持率は、まあ、若干下がっても全然支持率の差はね縮まらない。立憲民主党どんなに応援してもね、で10% いかないわけですよ。でテレビに出てきてね、小沢一郎とかこれだけ支持もらってるんだとかね、大騒ぎしてますけどね、それで言ったなら菅総理の支持って一体何なのっていうことでね、もう本当に小沢さんっていうのもね、私昔期待してたんですけど、もう今や数字もわからないぐらいのね、なってしまったから、年は取りたくないものだなというふうに思われてなりません。今後もですね、この番組を続けてまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またこの番組を続けていくに際してご支援を賜られる方は、秋の振込口座よりご支援のほどよろしくお願い申し上げます。今月のですね、10月31日、大阪で、11月の14日に、東京で講演会を行います。政治家とは何かということで第1回になりますけれども、オンラインでも講演を行います。ぜひですね、直接、オンライン問わずですね、ご参加いただけたら幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。こんにちは、岩田敦です。今日はですね、ちょっとですね、お願いというか、新しいですね、制度をこう導入させていただくということで、皆様にお願いを申し上げたいと思います。それは、私もあまりよく知らなかったんですけれども、YouTube には、このメンバーシップという制度がございまして、でこの月にですね、いくらかずつですね、サポートいただくと、この動画をですね、続けていくに際してご支援を賜れるというシステムがあるということを聞いてですね、これをぜひこのやってみようというふうに思いました。でまあ、3つですね、作りました。でサポーター、マスター、グランドマスターということで、これそれぞれ、あるんですけれども、まずですね、その前に、確認しなくてはいけないのは、私がこの動画岩田敦チャンネルというのを作っているのは、何もですね、その金銭的に、この収益を得ることを第一の目的としているわけではなくて、やはりですね、テレビや新聞がしっかりと伝えていない情報や
あるいはですね、政治、哲学のものの見方とかですね、外交の例えば中国や北朝鮮の、背景にある思想とは何かとか、アメリカ大統領選の本質は何だとか、そういったですね、テレビやマスコミで、言わないですね、ことをきちんと国民にお訴えしたいというところが第一にあります。ですから今後ですね、このシステムを導入したからといって、何もですね、メンバーシップに参加していない方に不利益があるかといったら、不利益は全くないということをまず申し上げておきたいと思います。ですからこれはですね、あくまでお志をいただくと、この番組頑張って続けろよという意味でこのシステムを導入させていただきました。で、ただですね、ある程度高額のご支援を賜れる方に関して言うならば、月に1本以上ですね、1本か、講演をやると、あるいは、どこかで私今ですね、本当にちょっとこの中国発のこの流行り病のせいで講演会が滞ってしまってるんですけれども、大体私はですね、この病さえなければ月に何回か講演してるんですよ。でその講演の模様を無料で配信、もちろん相手のご許可いただいた上でですけどね、をできたらなというふうに考えております。でさらにですね、このグランドマスターという方々においてはですね、できればですね、実際にお会いして、でお食事会とかですね、そういったものを開く形で、御礼申し上げたいというふうに思っております。ですから、この全くですね、この金銭的にね、その自分も見るだけでいいんだと、これはもう全く結構な話でございまして、見ていただけるだけでありがたい。でその見ていただいた内容を、ぜひですね、近くの方に、教えてあげていただきたいなというふうに思います。例えば本当の国内の政治のものの見方とかですね、歴史の、この例えば豊臣秀吉が奴隷解放でですねやっていたとか、いろんなことあると思いますけれども、学校やテレビで教えないことで、そういったことをですね、周りの方にちょっとした時にですねお話しいただくだけでも私はありがたいというふうに思ってますし、日本がそれでですね、少しでも日本人としての誇りを取り戻せるということになれば、私はこれがまず第一に喜ばしいことだというふうに思っております。でこの番組を続けていくに際してですね、本当にいろいろ機材を買ったりですね、コンピューターもですね結構壊れたりですね、マイクを買ったりですね、そういった細々としたものがですね、結構お金かかってきますので、そういったものにですねご支援を賜られる方は、ぜひですねこのメンバーシップに入っていただいて、でこの番組の継続をですね共に支えていただけたらなという趣旨でございます。ぜひですね、この経済的に余裕のある方はですね、ご支援のほどをですねこういう形で、していただけたら大変ありがたいなというふうに思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。